トルディは第二次世界大戦中、ハンガリーで使用された軽戦車である、スウェーデンのランズベルク L-60 をもとに、ハンガリー発の国産戦車として、ライセンス生産され、1940年から1944年までに、各方合わせて約200両が生産された。トルディは14世紀ハンガリーの民族的英雄の名である、ドイツ同様、 第一次世界大戦の敗戦国として、軍備を制限されていた、ハンガリーだが、1930年代後半に入ると、軍備拡張をはじめ、イタリアから、フィアット・アンサルド・ L3、豆戦車143両を輸入。これに続き、1937年にはドイツから、愛号戦車、A 型、スウェーデンからは、ランズベルク車線 L-60 軽戦車を入手、テストが行われた。 この結果、1938年に L-60 系戦車のライセンス生産権を取得、L-60 原型に細かな回収を加え、38M トルディアイ系戦車として採用、マーバーグ車、ガンズ車に対し生産を指示した。生産は1940年に始まり、翌年5月までにトルディアイ、トルディ2が完成、ハンガリーは、 このトルリを装甲部隊の中核として対戦に突入した1941年春のバルカン作戦を皮切りに同年夏のバルバロッサ作戦にハンガリー海賊軍団かのここ中隊がトルリを装備南方軍の一翼としてソビエト連邦領内深くに侵攻したが11月までに装備したトルリの8割が大破もしくは行動不能になるなど消耗は激しく 部隊は本国に引き上げられた。非力な 20mm 砲と、最大でも 13mm の軽装甲では強力な、ソ連戦車には対抗できないことは明らかで、回収されたトルディの一部は 40mm 砲に換装また最初から 40mm 砲搭載を前提とした、新砲塔搭載のトルディスリーも開発された。しかし、それでも、性能不足は否めず、 その後のハンガリー装甲部隊の主力は、トゥラン中戦車やドイツからもたらされた、LT-38、4号戦車などが担うことになる、38M トルディアイ、トルディの最初の生産型、80両が生産された、原型 L-60 の窓栓 20mm 体、戦車ライフルと 7.92mm 基銃は、ハンガリーでライセンス生産されていた、 ゾロターン S-18、120mm 対、戦車ライフルと国産の M34、37A8mm 機関銃に変えられた、38M トルディ2トルディアイと同じ仕様だが、エンジンがハンガリー国内でライセンス生産されたものになるなど、各コンポーネントを全て国産品にしたもの、サスペンションのトーションバーも若干強化されていると言われる。 110両が生産された 38M トルディーや実戦参加により、威力不足が明らかになったため、トルディアイ2の主砲を51口径 40mm42M 戦車砲に換装したもの、部隊から回収された既存のトルディアイ2を回収して1943年から44年にかけて80両が作られた。 43M トルディ3当初から4 0ト、mm、ル砲搭載を前提に改め設計された砲塔を持つトルディの改良型1944年に12両が発注されたが、すでにこのクラスの軽戦車では、性能不足が明白だったこと、生産現場では、トラン中戦車の生産に注力していたことが重なり、結局、軍に引き渡された車両はない。 トルディ9号車1942年のドン戦線で、救護用にトルディ系戦車が使用された経験から、9両もしくは12両のトルディ I2 が負傷者搬送型に回収された。砲塔右側のハッチが大型化され、医療機器のために 20mm 砲弾は184発に減らされた。1944年の6から7月に、ガンズ車は回収車両を軍に引き渡した。 トルディ対戦車自走砲ドイツのマーダー系列の成功に触発され時代遅れとなったトルディの車体にドイツ製7 5ト、mm、ル対戦車砲パック40を搭載した対戦車自走法1944年春に試作されたが量産には移されなかった A マグヤ・キラ・ヤンベトセグ・フィジェバーゼット p 6 6による戦車マガジン1990年6月号には 1944年までにスペアパーツを使って34両が作られたとある。前者は A、マグヤーキライアンベトセグフィジェバー Z、後者はマグヤースティール A、マグヤーキライアンベトセグフィジェバー Z、P72A、マグヤーキライアンベトセグフィジェバー Z、P72 ありがとうございます。